どうも、旧時代データ回収です。レイブン、あなたに個人的な依頼があります。先にコーラルゲクリューが発生し、廃棄される運びとなったエンゲブレトコード。その調査に行きたいと考えています。当該行動は前回の異変まで半ば捨ておかれていましたが、ルビコン開発中期から存在しており、その歴史は古い。様々な時代の痕跡が残っているはず。それを調べていきたいのです。私には残念ながらあなたに報酬を支払うための資産がありません。そこで代案なのですが、惑星封鎖機構の機体残骸を見つけたらぜひアクセスしてみてください。企業もルビコニアも封鎖機構の情報を集めています。回収したデータを私の方で換金し、あなたへの報酬に当てたいと思います。ウォルターには周辺の地形確認に行ったことにしておきました。レイブン、付き合ってくれてありがとうございます。フォーアンサーのウィンディファンションみたいに落とされてる人いそう。メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。こういうのは最初ら辺に隠しがあるもの。ないの？何もなさそうなので入ります。敵は普通にいるのね。なんで？これが資金源。監禁してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。たげれるけど無害っぽい。まあ倒すけど。ここはこんなもんかな。ロックオンできなくても狙えばいける。いけたわ。コーラルは情報動態特性から機器類に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。3箇所。
前より足場ないな。上昇に不安がある機体なのでどこまで行けるやら。結構敵いるな。また資金源だ。あなたも監禁できそうです。あなたの報酬が増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。これは旧世代の AC。 これ AC なの？タイムスタンプによると、記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。うん、とりあえず次行くか。なんかすげえ阿弥陀くんっぽい動きしてる。AC のようです。ドルマヤン、名前だけよく聞くな。ルビコン解放戦線の思想的指導者、ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思います。機体の設計図面です。撃破対象があった場所が終点かな。なんか黄昏れてるやつおったな。
もう何もなさそうかな。それも危険の旧世代 AC と思われます。コーラルによって狂ってしまったのか。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーラル技術によって生み出された存在。今なんかあったな。そうでなければ私たちの方針はなかった。前回通り損ねた道の先か。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら。あ、終わろうとしてる。私としては嬉しいです。もうちょっと待ってほしいなって。ダメだったよ。話はつけてきたぞ、ハントラー・ウォルター。アーキバスは妥協したか、ミシガン。向こうには強襲艦隊をくれてやった。その代わり化け物退治はベイラム主導でやる。目付け役ということだろうが、ベスパー上位も使っていいとのことだ。何よりだ、ミシガン。こちらからも戦力を回そう。ラッドとかいう技術者集団だな。それから貴様の猟犬だが、ミシガン、621なら配慮は不要だ。あいつの仕事は俺が保証する。新着メッセージ一件。戻りが遅いぞ621。お前はすでに名の売れた傭兵だ。あまりうろうろするな。次の作戦はこれまでとは規模が違う。お前もブリーフィングに参加しろ。ということでハンガーに何かもろた。戻ってきましたので今回はここまで。それではまた。